コメニュースをご覧の皆様へ、チャンネル登録ボタンのこのベルマークを有効にすると新着動画が通知されるようになります。ぜひご利用ください。最近の気になるニュースをダイジェストでお送りします。3月16日に発生した地震の影響で列車の脱線が発生した東北新幹線。地震から2日経った今も那須塩原から盛岡間が不通となっています。東京から那須塩原間と盛岡から新青森間ではおおむね1時間に1本各駅に停車する列車による折り返し運転が実施されているようです。なお北海道新幹線についても新青森駅での折り返し運転となるため、新青森をまたいで利用する場合には乗り換えが必要となる模様です。利用予定のある方はご注意ください。東北新幹線の復旧については、特に福島から仙台にかけての区間は3月中の復旧は難しいという報道も出ています。参考として2021年2月に発生した福島県沖地震の際には全線復旧までに約11日がかかりました。東日本大震災の時には約1ヶ月半ほどかかっていますので、今回もできればゴールデンウィークまでには復旧させたいのではないかと考えられます。春闘情報です。電気大手の日立、NEC、東芝、村田製作所は労組からの要求に対し満額回答したという報道がありました。各社とも9年連続のベースアップとなるようですが、満額回答での実施は異例とのことです。ヤマハ、トートーといった企業からも満額回答という報道が出ています。満額回答とまではいきませんでしたが、意外なところからベースアップの情報です。 JR 北海道は月額一律500円のベースアップを発表。 JR 北海道労組と妥結したとのことです。報道によると昨年度の自己都合退職者が183人、このうちの9割が30代以下の若手であり、深刻な人材流出がその背景ではないかと指摘されています。これは全社員の 2.8% にも及びます。だとするとベースアップ500円程度ではかえって火に油を注いでしまうのではないのかと心配になってしまいます。なお JR 東海は本日18日会社側のホームページに情報を公開。ベースアップは実施せず定期昇給のみを実施。夏のボーナスについては昨年と同じ 2.2 ヶ月を支給するとのことです。 JR 東海の最大労組 JR 東海ユニオンはホームページこそ公開していますが、閲覧にはログインが必要なため現時点で妥結したかどうかまでは分かっていません。 JR 東日本は昨日17日に組合側へ回答。こちらもベースアップゼロ、定期昇給は係数4。これは通常時における標準的な係数で、昨年は係数2でした。昨年よりは改善となりましたが、最大労組の JR 東労組および第三勢力である北労東日本は席上妥結せず持ち帰り検討となったようです。一方第二勢力である JTSUE は17日のうちに会社側と妥結したことを発表しました。震度6強の地震が発生した翌日が回答指定日だったこともあり、労働組合側としてはかなり不利な状況での交渉となってしまいました。会社側としてもあまり楽観視した態度ではいられないことでしょう。今後も新しい情報がありましたらお伝えいたします。